えー、青崎裕吾先生と浅井晴美さんに聞いてみた。 というわけで、えー、あの本日はあの東京創業者様に刊行されております大観、えー、の殺人、えー、水族館の殺人など、えー、裏染天魔シリーズを執筆されておられます、えー、青崎裕子先生と、えー、キクボンにて、えー、と裏染天魔シリーズの朗読をし,た、えー、していただいております、はいえー、声優ナレーターの浅井晴美さんをお迎えいたしましてまあ対談形式であのインタビューをさせていただければと思いますよろしくお願いしますではまず皆さんのちょっと自己紹介の方ちょっとお願いできればと思いますので、はいえー、ではあの浅木先生よろしくお願、はいいたしますどうも初めまして で、青崎優子と申します。という以外に、特に自己紹介はないんですが。<laughs> えー、はいはい、えー、一応裏染めシリーズを書いております。よろしくお願いいたします。お願いします。ますじゃ、あの、浅井さんお願いします。はい、先生の裏染めシリーズの朗読をさせていただいております。はいえー、声優の浅井晴美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 はい。えっ、ー、と、あの、私は、あの、菊符にて、あの、収録を担当しております、えー、ディレクターのバンドと申します。本日よ,よろしくお願いします。お願いします。で、あの、今日は、あの、青崎先生にお越しいただいておりますのは、実は、あの、今日、あの、浦目天満シリーズの、はい、第3巻目にあたります、はい、あの、風が丘五十円玉祭りの謎の収録を、ちょうど、あの、はい、始めさせていただいておりまして、で、その収録に、あの、ご立ち会いいただいたという、はいはい、形なんですけど。見学いたします。<laughs> <laughs> はい。あの、青崎さん、収録の感じ、どう、いかがでしたかしょう,かうしあもう収録、この、うん 音の収録っていうんですかね現場をあの見学させていただくのは本当に初めてのことなんでもう感動しっぱなしでしたね。あでやっぱりあの自分で書いてる時は、はい、あの声の感じとか、はい、あの会話の発音の感じとかあんまり気にせずに、はい、あの書いてるんで。 あの実際浅井さんにあの読んでいた頂くとあこんな感じなんだなと思ってちょっと結構自分で書いておきながらですけど割と新鮮な感動を味わえました。<笑><笑>うん これは違うとかいやいやこんな声じゃなくてかいやでもね一応こうあの浅井さんとは収録の時にうん、うん、まあこの人はこんなキャラだからうん、うん、まあこんな声の感じでいこうかなみたいな話は相談させていただきながらするんですけどいざ、うん、あの戦争が目の前ですると、うん、これで合ってるのかなってうのそうそう完確認したくなります <laughs> そうすごいちょっとなってもう完全にイメージ通りにあですか <laughs> いやそう言ってる、はい、ありがとうございます。 本当に嬉しいです。ありがとうございます。じゃあの浅井先生今日はの青崎先生ご監修の元あの朗読されてなんですけどいかがでした。ちょっと緊張しました。ちょっと緊張しました。もうで三冊目には入ってはいるんですけどやっぱりこうねあの見ていただくというのはちょっとまた。 格別な感じかなというふうには思ったりはするんですけど。ちょっと緊張しつつちょっとあのあのちょっと高揚して見られてる。いやいやいやその割には結構あの全力でいい感じのセリフされておられたんでよかったかなと思います。はい。であのちょっとここからの裏止め天ーシリーズでちょっとあのいくつかちょっとその魅力に迫っていきたいなということでちょっといくつか質問をさせていただければと思います。あのまあメステリーなんであんまりこうネタバレ的なことはちょっとさすがに避けたいと思うんですけど。 あの気をつけて犯人とかも言わない。ように <laughs> トリックとかも裏染め天魔シリーズの魅力としてあの殺しのテクニック、まあ、必ず誰かこう被害者が出るわけなんですけどすごいそのトリックと言いますかテクニックがすごい練り込まれてると言いますかあまあよくこんなトリックを思いつかれるなというのがあるんですけどす最初こういうふうに執筆入られる時っていうのは最初トリックを考えてから ストーリーを考えられるそんな感じなんでしょうか、ね。トリックとか謎解きは割とあの僕は最初にこういう事件があったらどうだろうみたいなシチュエーションから考えてあの割と後出しと言ったらなんか変な感じがしますけど <laughs> 割とこうなんていうんですか、ね、最初というよりはあのシチュエーションから逆算して考えていく感じがありますね。はい、だからもうあの最初にこういう事件って決めた 時は、はい、例えばなんか犯人がどっかから突然と消えちゃうとかいう事件を考えた時は、はい、どうやって消えるんだろうっていうのは自分でもまだよく分かってなくて <laughs> 頑張ってそこから考えていくというようなれは<あ>ちょっと予想外でなんかもうきっちり段取りを決めてわりとこう人によるみたいですよね。ああへー ででも絶対けないんすよね読者からの挑戦って言ってよしと思って何度も振り返って見えるんですけど一回もたらだからこれね出てくる登場人物でこいつが悪いであろうっていうふうに決めてかかると絶対解けないと言いますか割とこう天幕君のように論理的に状況を見てこういうシチュエーションだからこいつはなしだというふうなところでやっていかないと絶対解けないなというのもあるんですよね。 けどどほ頭が良くないいんですだから面白ののねあのそうちょっとそうそうそう面白いんですけどまあ、ゆのちゃんがねあの、うん、ワトソン役でこういろいろやってくれるんですけど、うん、まああの彼女の視線っていうのはまあ我々こう読者的な視線でもあったりするんで,、うんでね、あれ今なんか浦富さんなんか思いついたようだけどうん、うん、なんか全然こっちには分かってないし<ー>それちゃんと説明してよねっていうふうにあのユちゃんがよくリードしてくれるんで <laughs> 読んでる僕らもああそうなんだなっていうことで。うん そうそう、ゆのちゃんが仕切ってくれないと、ゆのちゃんいないと何もできない。なるべく読者目線になるように。もう、浦辺君はもう頭の中でどんどんこう論理的推理が進んでるから、もう彼の中ではもう。割とこう完結してるんですけど、我々はそれをこう、あの時ほどいてくれないと。なにわからない。そういう感じが結構。多く。そうです。 であとは天、ま、く、あ、君の,あのツッコミ役としても言うのは実にいいツッコミをするというかきっちり全部拾っていくあたりが、ね、あの真面目だなといにあとまあそのキャラクターの方でいきますとですね、まあ、あの主人公浦留天満風川高校になぜか住んでいるアニメオタクという、うんえー、設定がありましてあとは、まあ、そのワトスン的役な袴田優乃とあとまあ新聞,部、えー、新聞部部長の、まあ、元気な先坂香りというすごいたくさんキャラクターが できて、えー、すごいそれが魅力的だなと思っているんですけどまあ,あの彼ら彼女らのこの会話パートが、うん、この推理するのにこう疲れた時に非常にい,いエッセンスになっていますか <laughs> なんかずっとこの会話を聞いていたいなっていうところもあったりするんですけどそうなんかこうキャラクターがすごい一人一人立っているので、うん、あのそこがすごい魅力的なんですけどなんか逆にそのキャラクター同士がこう 動き出したりしゃべり出したりするっていうことはもう書いて,て,中書いてる途中にあったりするんでしょうか、ね、あでもあの僕割とキャラクターを動かすのがものすごく苦手なので本当に会話はいろいろおっしゃる通り結構書くんですけど、はい、本当にあのの真面目なシーンよりちょっとふざけた会話のシーンとか時間がかかったり、はい、あっここ同士をんか面白い感じにしなきゃなと思いつつ。はい 書いた、ね。そう、もうそれちょっと、意外と面白いんですけど。いや,いやいやいや、<laughs> なん会話のテンポがね、あの、すごい良くて。<laughs> まあ、なんか、あの、ね、ボケツッコミじゃないんですけど、誰かがこう言ったら、こういうリアクションをして、うん、その次、こう被せてくるっていうのは。すごい、どのキャラクターも見事にあってて、うん、なんか、すごい、その辺も楽しいな。一人で朗読してるんですけど、っっ <laughs> 被って突っ込みたい。自分の、自分の、かぶって突っ込みたい。もう、浅井さんも、そんな、こう、個性豊かなキャラクター演じられてて、はい、なんか。 あの苦労したとことかなんかこうしてますっていうようなことがあっ,て <laughs> あったりしますかあの登場人物っていうかかっこ容疑者とかが多かったりする時とかは、はいえっと、最初にあのお名前登場人物の名前が書いてあるページにいっぱい書き込みまして、はいはい、この人はこんな感じこんな感じってやっていくんですけど、はい、だんだんやっぱ似てきちゃったり。 早苗と香りが最近似てきちゃって、はい、私の中でもに <laughs> 似てきちゃって「どうしようどうしよう」ってやりながら、えー、せっかくキャラクターの絵で香、ね、り、はい、も早苗もすっごい可愛いのに「ダメな女の子ペイストな喋り方になってごめん、ね」ってて。どうしても <laughs>、はい、確かにちょっとキャラがかぶっちゃったりも<笑><笑>いやいやいや,いや,いやでも本当にあに、えー、登場人物の多さは小説の時点から僕が <laughs>。 あの自分で読み返しても登場人物多いなと思ったりもしてるんでもう本当に演じ負けていただいて本当にありがとんでもないありがとうございますあの演劇部は確かにたくさんいましたねあ体感殺人は本当にいろんな部活のみんなそうですねあの年も近い高校生で一体全体どうやって朗読するんだろうと思ってたんですけどちゃんと演じ負けていただくようにありがたいと思いますできてましたできてますよかった褒められた だから面白いのはこのシリーズが続いていくにつれて一番最初に登場人物の紹介のところがあるんですけどだんだん崩れていくといいますかラフな紹介になっていくというのが紹介文も一応自分で考えていあの自分で考えないといけないのかなと思って毎回つけてたんですけど最近、知ったのはほっといても編集者の人が大体つけてくれるらしいていう早く言ってくれと思ったんです。 そんなキャラクターの設定がこの間、東京創業者さんのウェブサイトのであでイラストと一緒に公開されたというのもありましてイラストレーターの田中寛隆という方に素敵な設定が一人一人付けられて初めてて出る絵もあったりしこれも実は僕知らされてなくて出るいうことできてからできましたっていう感じでそんなことそんなふうに動いてたんですねっとちょっとサプライズだったんですけど。 そうなんかそうこの田中先生のこう独特のちょっとアンニュイな感じていますか <laughs> なんかすごい。<laughs> 静かなんだけどなんかこうどことなくお色気のある感じがすごい素敵だなと思ってて、うん、足が好きすごい足が,足が生足がわかりませんとてもわかります私変態か <laughs> いやあの変態かという意味でいくとこのキャラクターにはもうそれを上回る方々がでいろいろたくさん出てきていらっしゃるっていうところもあってあのまあ個人的にはあのそういろんなキャラもいる、うん、まあ主要メンバーもすごい楽しいんですけど、うん、こう枠を固めるキャラクターもすごい魅力的なキャラクターがいて、うんうん、まあ自分的にはあの ええー、聖徒会の八橋千鶴がすごいツボで、はい、<laughs> 意外です。はい。まああとまあそのなんかセリフ回しとかもすごい素敵だったんですけど、<laughs> まあその八橋千鶴のその浅井さんが演じる千鶴がなかなかこうちょっと悪女テイストな感じでして、<laughs> それがなかなかいいんですよね。悪女テイスト、はい、雰囲気がすごい、ね、出てます、ね <laughs>。そうです。でそんな悪女なんですけど、まあ水族館殺人で、うん、まあもう早速こうやり込められてるというあたりが可愛かった。可愛か,かったですね。水族館のあの朗読をまだ。<laughs> 聞いてないのすごく楽しみやもうあそこはでもあそこはセンサーを書かれたキャラあそこあがあるのかっていうのセリフ回しすごいよかったでであとまああのヤンキーでツンデレの張宮理恵子も非常に魅力的でなかなかこう突っ張ってる女の子がう可愛くなる瞬間っていうのはやっぱりさすがにいいなと思ってありがとうございますそれはツボですかツボですね私のツきっとこれはあの青崎先生もきっとそういうのが好きなはずだと。 <laughs> ちょっとまあ、そうですね。<laughs> そうですね。よかった。その話を今日は、あの、現地を取れたのがすごいよかったです。よしよし <laughs> であと、まあ、あの、ストーリー上に、うん、まあ、その、大化の殺人からもそうなんですけど。まあ、突如現れると言っても過言ではない、数々のアニメやゲームネタがふんだんに入っているとい、うん。というところがあって、まあ、裏止め天満が、まあ、あの。 アニメオタクのダメ人間であるという設定ではあるにせよ、まあ本当にこうさりげなくさらっとこう入ってるんで、全部ピックアップしたらどれだけの数になるんだっていうぐらい入っていて、<laughs> あの数えたことが、はい、あの体育館のはい。 文庫を作るときに数えてみたんですけど、はい、えと80個ぐらい入ってましたね <laughs> あの体育館の時はすごい体育館だけでも料でだけで体育館の単行本の時かな<ー>、はい、ちょっとさすがに多いなと思って減らしたぐらい <laughs>、はい、減らしたんですか <laughs> いやいやもうね「大河の殺人」はもう朗読化されておりますのでぜひ聞いてるあのキックボンで聞いてる人は80個見つけて頂いてぜひ80個羅列してあのお便り頂ければ答えは絶対ないと思いますんで頑張ねって言われますだから今日ねあの収録した「風邪ヶか五十円玉祭り」の謎第1話「もう一色選べるドン なんてもうまんまあの例の太鼓ゲームからって例のあのはい名前は出しません名前は出しませんけど太鼓ゲームからの太鼓ゲームから一応取りましたもう一色遊べるドンこのドンはねあのこっちの小説の本はどんぶりのドンなんですけど私言われるまで気づかなかったです悔しいですだからね本当に油断も隙もないんです油断も好もない油断してたらもう人人タイトルありますねそうなんですよこれでもう一ネタはい これ全部チェックして。そう。リストアップする人。もう、こ、ね、<も>漏れた。そんな暇なやつはいない。<laughs> いやでも絶対ね本当にこう知ってる分だったら分かるんですけど知らない人だったらそのままスルーしちゃうようなセリフ回しとかあるんですけどこれはぜひみんなで答え合わせをしたいところですねでも知らなくても楽しめるようなもちろんそうです知ってると余計にどニヤニヤできるよっぽ暇な人だけちょっとね気にかけていただけるかうだからミステリーでありながらその重くなりがちな殺しのトリックやっぱり非常に難しいと言いますか人が死んでてしかもトリックも複雑でしかもなんかこう時間とか そうタイミングとかってこう疲れもう非常にこう頭が考えてると疲れるんですけどそういうのがねサクサクとこう入ってくるのですごい読みやすいと言いますか、うん、聞きやすいなぁというところもありましてなんか浅井さんの方からなんかもう大概聞いてもらっちゃったんですけど <laughs> 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 えーそうですねゆのは、はい、佐川先輩が好きなんですかそのうち天満が好きになったりしませんか <laughs> ここは非常にデリケートな内緒ですね どうしようかなっていうのを僕も今考えていいやもうそのねカップリングを組み合わせ出したらもうで大体やばくなってきてます大体中でゆりゆりカップルがいっぱい出てきたんですけどついに言ちゃいましたいろんな方にあの裏染くんの周りに女の子が多すぎるっていうことをね言われるんですまあ確かに登場人物紹介を見てみると女の子結構 これは浦染んのハーレムを作るっていうのを言われるんですけど僕は浦染んのハーレムを作るではなくてユノのハーレムを作るやっぱり来たそうですよだから合ってるんですよそういう感覚ですねそうですよねどういうことかよくわかんないですよね自分でもいやなんかねそれ聞いてすごいよかったです納得しました納得しました何だこれんかね天満の周りにこう集まってくるというかユノの周りにやっぱり集まってくるんですよねでこうちょっと気を抜いてたらもうあれですよこの 円祭りの方でですね、うん、まあ前々からちょとや,ばいないやばい雰囲気を出してた水族館の撮影に出てきた後半に出てきたあの、うん、強化というこれまた非常になんかやばいキャラクターが出てきて、ね、この兄にしてこの妹ありっていう、うん、しかも「何言ってるんだお前」みたいなところでこうどんどんアプローチをしてくる彼女が出てきつつもじゃあ今まで割とこうおとなしめ だった元気の良いサナエがガンガン来るという感じがあって短編集でそう,、ね、そうなんですよ短編集大活躍ということでだからまあその田中先生のねこのイラストも相まって非常に見応えのある本だなというところはあるんですけど、うん、そうなんですよねユノハーレムですねユノハーレムですね、はい、これね天魔かわいそう <laughs> <laughs> 天魔はハーレム要員要員<因>一、ね、人 ヒヒロロイインンののみたいな確かにそう,、ね、かそういう意味でいうとユノの方にはあんまりこう男の影があのついてこないというかい逆に言うとシスコンの兄刑事が <laughs> <ー>嫉妬するぐらいな感じはちょっとしておりますよね。ということで、うん、まあこうあのね 館シリーズということで、うん、まあどんどん続いてるんですけど、うんまあ、体育館の殺人水族館の殺人、うんはい、でちょっとまあこの2、えっと、つ本編があって、うんでまあ、それのスピンアウトといいますが短編集の「風俗五十円玉祭りの謎」うん、で、うんえー、最新刊、えー、図書館の殺人」と続きまして。うんうん あの、裏止め天馬シリーズ、次の展開が、すごい気になるところだなと、うん、多分先生も構想されてるのではないかなと思ってて。<laughs> で、この図書館の殺人のちょっと帯を見て、ちょっとあの、笑っちゃったんですけど、はい、あの、次の館を予想しようっていうのが <laughs> 書いてあってですね、これは東京創業者さんの,あの編集の方が煽りを入れて,きたて勝手に書いた、書かれたって <laughs> 予想しようとあって、いや、だから意外とね、あの、館って、 ねなかなか難しいなと思っててなんとかかんでつくのって意外とね実在するまあ公共施設とかそのあたりでやってるんでだからね公民館の殺人とかすごいわりとこう絞ることはできるようなんか推理簡単そうもんで私実はちょっとここが次来るんじゃないかというかもちょっと思いついて映画館とかってあ いいんじゃないかなぁそれはなかなかあの鋭い鋭い鋭い推移という,もうこれは暗闇だし密室だし、ね、なんかいけそうありそう,ありそうな気がします まああんまりここで追い詰めたら先生がネタを潰さないでいただきたいあんまり決めつないでいただきもしこれが当たったらよしって感じよしですけどなんか逆に申し訳なく申し訳ない感じになっちゃいますねいやもう実はそれやってるんですっ言われたらねだからさっきは今秘密で今書いてないんで大丈夫ですでも一応あの次は何々感でその次は何々感でその次はっていうもう決まってるんですあのぼんやりとですけど そうですね、うん、だから菊ンにもこんな館あるんじゃないですかってお便りをいただければどれか当たる <laughs> その度僕がドキドキするっていう言われたかそんな感じで面白いですよねうん、うん、だからあとそう水族館殺人とかも、うん、あとまああの。 この50円玉祭りの時でもなんかいろこう主人公である裏染天満に対しての伏線が結構、うん、人間ドラマ的なところで張られていくっていうか、うん、一話完結なくて一番最後のところでそういうのがあって、ね、裏染家がどうなってるのかが気になる,になるっていうそういう感じですよね、うん、だから早く次の本を読みたいっていう、うん、そういう雰囲気なんかすごいなんか引きが感じております。いでも あの、多分図書館の殺人が、えっ、ー、と、四作目で出てるんですけど。うんはい、多分、これで、あの、うん、なんて言うんですかね。あの、とりあえず、一区切りというか、はい、シーズンワンがおしまいで。シー<あ>また、シーズンツーは、ちょっと、ちょっと待ってねっていう、感じで、今。ああ、やってます。だから、まあ、ちょっと、その次の時間、うん、ですね、なかなか。非常にシーズンツー、楽しみです。はい,は,いはい、はい、はい、ありがとうございます。ご <laughs> よろしく。これから考えます。<laughs> はい。 いやもう我々も早くあのシーズン1であるこの図書館殺人まで頑張って朗読してね早く出させていただきたいなと思っております、はい、図書館は図書館はちょっとね登場人物が減ったので<っ>朗読しやすいかな <laughs> <laughs> ちょっと朗読しやすいかなと思います <laughs> いやいやいや、まあ、でもどんだけ多くてもあの浅井さんならねいろいろこう見学していってもわわすごい <laughs> すごい連続でしたね そうそう、浅井さんのあの、男性声もなかなかね、はい、本当ですか。僕はあの中年の、あの、おっさんの声が、浅井さんの中、こう、ある意味、進行調であるなっていうか。どっから声出てるんだろうみたいな、あの、仙道警部の、その、度数の聞いた声が。いいですよね。ありがとうございます。あ、でも、あの、演じてて、一番、私の中で、難しいのは、実は裏染めてんの。ああ。 うん、天満って結構ぼそって喋ったり一、はい、人でなんちっちゃく喋ることが多いんで私の口が怠けやがるんですよ。<laughs> <laughs> 本当に怠けやがるので言ったつもりで言えてないっていう何度か言い直すふうにでももともと性別もね男性キャラっていうのもやっぱりありますしそこはやっぱりなかなか難しいでもとはいえやっぱりこう「裏側ペア」も大体その前半9割はだめな感じではあるんですけど最後の1割最後のなるだけでかっこよければいいかなと思うんでぜひあの朗読を聞かれる方は最後のかっこいいテーマもぜひ味わって頂きたいうなんです。 そういうのが言うほどダメじゃないっていう感じですよね。謎のフォローが。もう語るた度に言うのはダメだダメだって言ってますからね。ということで一応今日はいろいろお伺いできたところで本当にもうありがとうございました。ありがとうございます。であのまあ淡崎優吾先生作「浅井晴美さん朗読の裏テーマシリーズ「朗読体感の殺人」はキックボインで絶賛配信中でございます。 実はもうあの水族館の殺人は収録をつい先月終わらさせていただきましてこちらも絶賛編集中でありますのでなるべく早く皆さんにお届けしたいなというふうに僕もね聴くのもすごい楽しみにしておりますありがとうございますであのそしてまあ今日ちょっと収録を開始した「風が丘五十円玉祭りの謎」っていうのも始めますしこれが終わりましたら「都市館の殺人最新化の方もロード化を進めさせていただければと思っております よろししくお願いますこれは書籍、東京創建者様からすべて書籍で刊行されておりますので、ぜひ朗読と一緒に書籍と、なんか本を読みながら朗読を聞くっていうのも、すごいちょっと面白いかなと思っておりますので、地図が載ってたりして、地図をやった方が推理できますそう絶対あれいるからぜひ書籍を読みながら朗読を聞いていただくと、なんかより楽しめるというか、あの面白いんじゃないかなというふうに思っております。 あのもしよろしければじゃ最後に一言ちょっと青崎先生の方から一言何かございますかはい、はい、えっ、えー、と何についてですかシーズンについてですかねえっ、ー、となん何でも大丈夫です何 <laughs> でも大丈夫です <laughs>、はい、えっとキクボンさん本当にあの素晴らしい本をあの東京放電者さんとかとコラボしてたくさんあの配信されているのであのこれからもどんどん聞いていこうと思います <laughs> ありがとうございます <laughs> ありがとうございます青崎 <laughs> さんの方から何か いや、もう本当に裏染めテーマシリーズを朗読させていただける。本当に光栄だと思っています。あの、本当にキャラクターが魅力的で、それを。 一人で演じさせてもらえるという, <laughs> う、ね、こんな贅沢なことはないです、はい、で、あのそれを聞いてる皆さんが楽しんでいただけたら私こんなに幸せなことないと思ってますんで、はい、ぜひぜひあの聞いてみてくださいそして本も読んでくださいよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますありがとうございますじゃあの本日はあの青崎優吾先生と、えー、浅井晴美さんえー、そして私あのキクボンのバンドがお送りさせていただきましたそれではどうも皆さんどうもありがとうございましたありがとうございました,ました、えー、さようならさようなら,さようなら